こんにちは。金融市場がね、もうね、花形ですね、今はね。人類史上ないぐらい、投資の世界って盛り上がってるんじゃないですか。ただやっぱり、あまり喜べなかったりしますね。実体経済とは全く関係ないところで、このマネーゲームっていうのが動いているという感がね、否めないですね。それともこういったものも込みで実体経済というのか、それも方便なような気がするんですけども、まあ今日2月19日の FX のドル円相場解説していきましょうかね。今のところはね、思った通りになってますよ、まずですね、これデイリーなんですけども、デイリーはこういうふうに私申し上げましたね。こう来てゾーンに当たって跳ね返って、ここを突き抜けるよと、2度目はで突き抜けた後 N を変えてさらに上昇していくよっていうのの、まあここまで今ね、現実化してるわけですよ。ここまであと1本このゾーンにぶつかって、どこまで突き刺さるのか分かりませんけども、ここからね、106円とか107円の方向に向かっていければなと思っております。移動平均線はこういうような形で上に跳ね上がってますよね。移動平均線ね、ちょっと開きがいまいち足りないかなと思いますよね。この短期、長期、中期の開きが、まあ、ただ上昇しているところは上昇しているんで、あとはゾーンを割って私の予測を全て完成させてもらいたいなと。完成度今 95% ぐらいですね、はい、4時間足になりますけども、このゾーンにね、深々と突き刺さっているところでございます。ここから反発して上昇していただきたいんですけども、上髭がね、ちょっと目立つんで嫌な感じはしますね。もしかしたら横ばいをした後にブレイクアウトみたいな感じでどっちかに抜けるのかなというところもあります。この辺は微調整って感じですよね。で1時間足になりますけども、どうですか、この力点をこういうふうにね、ゾーンで伸ばしていく1時間足ですけども、たった今ですね、この下降トレンドがゾーンにぶつかりましたよ。この形ってよく見るでしょ。こういうふうに入っていって、こういうふうに抜けるわけですよ。焦る気持ちはありますけどもね、もしかしたらこれがね、まだまだ向こうに行くのかなっていう気もしますし、こっから横ばい傾向に右側に伸びていくのかもしれませんしね。まあ、いずれにしましても、私は今度ね、倍で取るところが、そうですね、105円の915とかあの辺じゃないですかね。あの辺まで回復してきたら、倍で仕込んでおこうかと思いますけどもね。はい、というところでね、もう金曜日になってしまいました。大詰めと言いますか、今回の見どころは、よりによって手掛けていた私の相場解説が、ずっとその通りになっていて、今完成度 95% で再現されているってことですよね。ここまででも十分すごいんですよ。ここまででもかなりコンスタントに利益が上がってます。だって思った通りにいってるわけですからね。で最後一番の4番はこの上にズバンと突き抜けるところで106円を突破してね、106円の325とかね、400とかあの辺まで行っていただくと、もう一丁上がりなんですけどね。ここまで綺麗に決まる相場解説もなかなかないと思います。はい、では引き続きFX の基礎講座中級編の方もね、週末お送りしますんで頑張っていきましょう。それではいってらっしゃい。